皆さん、こんにちは。グレポート編集部のダビデでございます。ご存知ない方もいるかもしれませんで、ちょっと自己紹介、我々のメディアの紹介をしますとですね、キックレポートはマーケティング調査とデータ分析をもとに、映画業界お役立ち情報を提供し続けているですね、業界初の、マーケティングリサーチメディアになっております。我々のこうミッションとしてはですね、まあ、映画業界をこう活性化させて、映画業界で働いている人たちと横でつながって、まあ、最終的にはですね、映画業界人だったり映画業界を目指す人たちのコミュニティとして、成立したいなと思っております。その一手としてですね、まあ、我々がこう 毎月1本ぐらいですね、まあ、映画ファンがどういう動向しているかというのを調査しておりまして、まあ、映画だけじゃないんですけど、まあ、エンタメだったりとかの、に関する、映画ファンの皆さんの、動向を調査してそれをレポートとして、毎月、1回調査それを、毎週、レポートとして提供しております。で実はですね、4月に、映画ファン人口と、よく見る、映画のカテゴリーについて、調査をしたので、この結果非常に面白かったんで、今日はキックレポートのリサーチ担当ウッシーさんの方からいろいろと解説してもらいたいということで、番組の形をとってやらせていただこうと思っております。じゃあウッシーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいませんね、なんかテンションか分からずこんな感じでやっておりますが、はい、はい、じゃあ早速見ていきましょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。まずはですね、調査の前提となる定義みたいなところをご説明させていただければと思います。キックレポートでは、はい、半年に1本以上映画館で映画を見る人を映画ファンと定義づけています。で、その中でもさらに、映画館に行く頻度で3つの区分に分けていてですね、1ヶ月に1本以上映画館で映画鑑賞しますという人をヘビーファン、で2、3ヶ月に1本程度の人をミドルファン、半年に1本程度の人をライトファンと、映画ファンの中でも3つに分けています。で、このノンソーっていうのは、まあ、1年に1本程度なのでちょっと映画ファンという括りには入らないんですけれども、今回ちょっと調査に出てくるのでこちらの方に書いてます。そうですね。このあれですよね。この多分この定義で言うと、映画ファンってどういう風な人を呼ぶのってことで言うと、多分調査会社さんだったりとか、まあ、調査によっていろいろ変わると思うけど、だいたいこう1年に1本ぐらい映画で見る人を映画ファンっていう風にくくるケースもあるけど、キックレポートでは半年に1本っていう形で、まあ、ちょっと厳しめにこう映画ファンを選んでるっていう感じですかね。はい、そうです。はい、なのでちょっと今回はその映画ファンはですね、どれくらいいるのかっていうのを、まずお伝えできればなと思います。はい、はい、全国の15歳から69歳の男女 27,560 人から集まった回答で、導き出しております。映画ファンがこれくらいいることが分かりました。はい、こちら円グラフご覧ください。青いところが先ほどのヘビー層が 5.9%、 ミドル層が 12.8%、 ライト層が 13.3% で、合計して全国15歳から69歳の 32% の人が映画ファンに該当することが分かりました。こちら下のグラフにですね、キックレポートでは定期的に同じ調査をしてるんですけれども、その推移を並べています。そうすると、過去3年前くらいからですね、あまりこう出現率という部分ではあまり大きな変化がないなというのをお分かりいただけるかと思います。で、右側がそれぞれの性別だったり年代ごとに、出現率を出したものなんですけれども、若年層の方がですね、この緑のところまでが映画ファンに該当するんですが、若年層の方が出現率が高いというのがお分かりいただけるかと思います。特に女性でその傾向が顕著に出ていますね。ここまでが、まあ、出現率みたいなところになります。なるほど。これだからあくまで、こう、なんかこう、にこう書いてある27,560 人っていう人に、バッてこう調査を、まあ、質問をして、映画、はい、
過去1年間で何本見てますかっていうところに聞いたところ、若者の、人の方が、回数が多いっていうのが分かったってことですね。はい。はい。そうです。まあ、じゃあ実際どれくらい、なんか、じゃあ人数にしたらどれくらいいるかって気になりますよね。なので、まあ、実際ね、高齢化社会だから、人口的には若者が少なくて、まあ、まあ、年齢層が高い人の方が多いっていうことだから、ってことですよね。そうです、そうです。その、はい、各年代の人口にこの出現率というのをかけて、実際に映画ファン人口がどれくらいいるかなというのを算出してみました。はい、はい。で、それがですね、こちらです。発表されています人口に出現率をかけて、映画ファン人口これくらいいるんじゃないかという計算の仕方で出したものです。その結果、2,592,600人映画ファンがいるということが分かりました。で、先ほどダビデさんからもお話ありましたけれども、若い人の方がこう鑑賞意欲というか劇場に行く人は多いんですけれども、実際の人口を掛け合わせてみると、男性の20代から40代と女性の20代、がこう映画ファンとしては多い像になるというのがこの構成比をご覧いただくと分かるかなと思います。なるほど。でもこれ、これ 1% とかだと変わってくるのか、結構とは言っても20代から50代まではそんなに差がないって感じで。そうなんですよ。って感じですね。人口で言うとってことだと思うんですか？そうです。人口バランスを加味すると、なのでやっぱり映画鑑賞っていうのは幅広い、なんていうんですか、年代層が楽しめる娯楽だなというのも改めて考えさせられますよね。で、この10代がちょっとガクッて減ってるのは、10代は15歳から19歳が調査対象だから、まあ要は他の世代に比べて半分っていう感じになってるからってことでいいですか？はい。はい。でもないと思います。はい。はい。ちなみにですね、こちらがキックレポートで過去に同じ調査をしたデータで見る推定映画ファン人口の推移なんですけれども、ご覧いただくと、まあ、過去3年くらいはですね、2500万から600万人くらいで推移してそうだなということがお分かりいただけるかと思います。なるほど。はい。これは、なんか、コロナ、そっか、でも、基本的にはコロナ禍って感じですよ。2020年がコロナですもんね。そうですね、はい。この調査だとまだ過去1年みたいな経験で聞いているので、コロナ前の、はい、鑑賞経験も入ってきているなという感じなので、それ以降だとこの辺かなと。なるほど。ありがとうございます。はい。ですね。これ、じゃあちょっとキックレポートで、どこの調査もこの信用、数字ってどれくらい、なんだろう、こう実態に近いのかなというか、信用性があるかみたいな、ちょっと気なくなりません、ね、どの調査でもなんかちょっと思うこととか時々あると思うんですけど。キックレポートの調査怪しいなってことですか？怪しくないですよ。あ、そうですか。怪しくないことも証明するって。あ、でもね、気になるので、ちょっと私も、ちょっと公的な数字とね、合わせて検証してみたので、ぜひご覧いただきたいなと思います。毎年ですね、日本映画制作者連盟というところが、映画概況というものを年に一回発表してるんですけれども、今回はそれをもとに、検証してみたいと思います。で、こちらに、それによると、令和5年の入場人員が、1億5500万人ほどという数字が、発表されていました。で、右側が今回のキックレポートの数字で計算した表になるんですけれども、それぞれのですね、映画ファンの区分の定義に合わせて、年間鑑賞本数というのを設定してみました。例えば、ヘビー層だと1ヶ月に1本以上見るという人なので、まあ、最低でも12本は見ている。なので、12という数字を置いてます。で、それが今回の調査から出てきた推定人口が476万1000人という数字が出てきましたので、その人たちが12本見ていると、延べ人数では、これだけになりますという計算の仕方をですね、ヘビー層、ミドル層、ライト層、一番最初にノン層と1年に1本程度見る人、それぞれにかけて計算して足しました。そうすると、1億4500万人という数字が出てきました。で、仮にもヘビーファンが14本見てるとすると、1億
5500万人って数字が出てきたんです。なるほど。じゃあこう本当にこう日本映画制作者連盟の発表が1億5500万だとから、がキックレポートの調査も間違ってねえぞっていうのをこう言いたいページですね、これは。そうです、言いたいページです。あ、なるほど。こうやってちなみに右側の上の、はい、1億4500っていうのも、はい、あとこう大前提としてあれ？これ大前提として10代は15歳以上。そうです、そうです。これの15歳から69歳までなので、なんかもちろんその前後で映画館に行かれてる方もいらっしゃるので、その分乗ってくるかなって。はい。そうですよね。あとこう、調査としては60歳までだから70歳以上の人も含めるとってことですね。なるほど。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、はい、このことは信用に足るデータだというのが。そうですね。なかなか実態に近い数字が出してるかなというところです。はい、実際映画館に足を運んでるのは2500、600万人というのを、一つ覚えていただければなと思います。はい、ここが一番重要な。実はここが一番重要。重要なページなんじゃないですか。はい。はい。で、ここまでが映画ファン人口というのを今回出したことになります。続いてですね、よく見る映画のカテゴリーの方に行ってもいいですか？はい、行きます。はい、ではよく見る映画のカテゴリーについてのご説明に進みます。で、こちらは年に1本以上映画館で映画鑑賞する人を対象に、どのタイプの映画を映画館で一番よく見ますかというふうに聞いています。結果がですね、これは、はい、一番冒頭にあったノンっていう人も入ってるんですね。そうです。はい、ノンも入ってます。はい。はい。で、結果ご覧いただくと、邦画実写と邦画アニメが、こう、拮抗しているのがご覧いただけるかと思いますが、こう前回も全く同じ、調査、去年の7月に行ってるんですけれども、その結果と比較しますと、やっぱり邦画アニメの勢いが増しているっていうのが分かるポイントがあったので、ちょっと3つくらい説明させていただければと思います。一つ目が、邦画実写と邦画アニメのこの差がですね、全体で見る差が、前回は 9.1% の差があったんですけども、今回は 3.7 と非常にこう、その差が小さくなってきているっていうポイントがあります。なるほど。はい。で、二つ目が男性に注目なんですけど、男性の全体、こちら下のグレーのところがですね、前回の数字なんですが、これまで結構長い間、洋画実写、がトップに来てたんですが、今回は邦画アニメがトップに来るという結果になりました。特に男性全体ですね。男性全体です、はい。特に男性の10代と20代で増加しているっていうのがポイントとしてあります。30代も増加してますね。5% ぐらい。はい。はい、3つ目はですね、女性なんですけれども、女性は下の、はい、今までずっとどの年代も、邦画実写がずっとトップだったんですよ。はい、ただ、今回ついにですね、女性20代と女性30代、ちょっと僅差なところもありますが、ついに邦画アニメがトップに来るという流れになってきました。なるほど。はい、まあ、実際にこう、僕らが普段、こう、世の中で発表されているランキングとか見ても、アニメすごい、やっぱこう、うん、トップランキングにずっと入ってるじゃないですか。はい、ですごいこう、はい、メガヒットも出してるなって感覚がありますけど、うんうん、やっぱりイメージ通り、全体的に邦画アニメのこの人気っていうか、こう見られてる感は、ここでも出てきてるってことですね。そうですね。出てきてます。はい、これ意外と女性10代は、はい。邦画、まあでも女性10代も一番は邦画実写だけど、うん、邦画アニメも、去年のデータに比べると 5% ぐらい上がってるって感じなんで。はい、上がってます。はい。なるほど。はい。で、こちらですね、まさに前回と比べて、すべての性年代でこう比較して並べてみた。グラフなんですけれども、はい、やっぱりこう、すべてのですね、まあ、男性50代はちょっとそんな変わりないんですが、すべての青年代で上がってるっていうのがご確認いただけるかと思います。で、特にやっぱり男性10代から20代、女性10代から30代みたいなところでは5ポイント以上上がっていまして、あと、
見る人は少ないんですけど、やっぱこうね、年齢が上目の層でもこう確実にというかアニメファンというのが増えているっていうのも一つの特徴かなと思います。こんだけちょっと社会現象的なもうメガヒット作品とかが出てくると、ちょっとあの今まで見てない人も見なきゃな、ちょっと見てみたいなって気持ちにはなりますよね。そうですよね、はい、楽しまれてます。で続いてこちらが属性別に円グラフにしてみたものになります。あの上が男性、下が女性で、左から10代、右が60代で、それぞれ例えば男性10代だったらこういう割合でいますというふうにご確認いただくものなんですけれども、これ緑色のところがですね、邦画アニメを一番よく見ると回答した人を占める割合なんですが、こうパッと全体でご覧いただいても、はい、男女とも10代から30代までは非常にやっぱ邦画アニメファンが大きく占めているっていうのがご確認いただけるかと思います。一方でこう50代を超えるとですね、この緑邦画アニメのところはキュッと減りまして、実写派がすごくやっぱり多いなっていうのがご覧いただけると思います。なのでこうやっぱりアニメと実写っていうのはすごく分かれているなっていうのと、で男女ともですね、40代っていうのを注目していただきたいんですが、40代だけはこう邦画実写、洋画実写、邦画アニメ3社がですね、まだ混在しているっていう状況なんですよね。なのでこう拮抗してますね。そうなんです。ちょっと40代っていうのはこう分岐点になってるんじゃないかみたいな見え方もできるかと思います。なるほど、40代が分岐点で、邦画実写、洋画実写、邦画アニメが、まあ、バランスよく見てる人たちが多いって感じで、それ以下の人は、はい、邦画アニメがちょっと優勢というか、はい、まあ、強いですって感じで、うん、それ以上の人たちは、あ、そっか、これは男性と女性で分かれるんですね。男性だと洋画実写が、うん、大きくて、女性は邦画実写が増えてくって感じですね。そうですね。はい。なるほど。分かりました。面白いですね。40代分岐。40代分岐説ってやつですね。そうですね。はい。なのでね、またちょっとこの年齢層が上がっていって、皆さんね、なかなか映画館に行かなくなったりして、下の方が出てきたりすると、これからまたしばらくは邦画アニメ市場っていうのが幅を利かせてくるんじゃないかなっていうのもちょっと予想されますね。なるほど。これはもしかするとね、こうこれがずっと続くかもしれないし、うん、こうなんていうんですか、何十年か周期でこう変わってくる、はいね、結果アニメがわーって今強くなってきて、その人たちの世代がこういくけど、うん、その次の世代はまた違うのがこうまた実写邦画とかに戻っていくとか、うんうん、なんか周期的なものもあるかもしれないですね。そうですね。はい、面白いです。ではちなみにこちら邦画と洋画、それと実写とアニメでも分けてみたので、あのご覧ください。こちら、うん、青がですね、邦画の実写とアニメを回答した人の合計の、まあ、いわゆる邦画派みたいな。で、赤の方が洋画派になります。で、これも全体的にこう見ると邦画派が多いのが分かりますよね。洋画はこう、5、60代に多くて、まあ、特に男性の5、60代というところに多くいるんですけれども、女性の10代、20代は逆にこう洋画を見る人がなかなか少ないというか、というようなバランスもご覧いただけますね。なるほど。はい。で、こちらが実写とアニメのファンの割合になります。青が実写派、こう赤がアニメ派みたいなとこなんですが、このグラフからも、アニメファンはやっぱり若年層に多くいまして、特にやっぱり男性の方で顕著な傾向であることが確認できます。で、こちらの前回もね、同じように数字を出してるんですけれども、この実写派、アニメ派みたいなところで分けても、男女とも10代から30代ではアニメファンが5ポイント以上増えているという様子も見て取れました。うん、なるほど。はい。顕著ですね、これは。はい。はい。でもこれ分かりますよね。なんか、感覚的に。僕、こう、さっきの、あの、分岐点、である40代なんですけど、はい、まあ
僕が子供の頃は、やっぱり洋画、実写洋画、うん、まあ、アニメもあったと思うんですけど、でも、どっちかっていうと実写洋画が、ものすごくこう、盛り上がってましたっていうところの、はい、子供の頃ですよっていう状況だったんで、はい、やっぱ大人になってもそこは見続けるっていう感じもありますけど、かたややっぱりアニメっていうのも、ここまでこう盛り上がってると、しかも面白いアニメもたくさんあるので、見たくなるっていう感じで、こう分散していくって感じはあるから、40代は意外とこう、中間点なのかなと思うんですけど、すいません。何を落としたかちょっと知っちゃったんですけど。でもなんか、年齢層が低い人が今アニメで、高い人が実写っていうところは、なんとなくイメージも湧きました。はい。はい。そうします。はい。以上がですね、今回の調査結果になります。はい。ありがとうございます。今回はこう、映画ファン人口と、よく見る映画のカテゴリー、まあ、映画ファン、映画、館に足を運ぶ人がよく見る映画のカテゴリーについて、ウッシーさんから、いろいろと解説をしていただきました。こんな形でですね、キックレポートでは映画ファンを対象に定期的に調査を行っておりまして、映画ファンの生態とか、業界で気になることみたいなことを、発見してレポートしております。なので、今後も、まあ、月1の調査をしておりますので、ぜひ、キックレポートをご覧になっていただいている方だったりとか、この番組見ていただいた方、こういう調査してほしいとか、ありましたら、ぜひお問い合わせいただけますと、大変ありがたく思います。あと、キックレポート、過去の調査も全部アーカイブで残しておりますので、いろいろまとめて、例えばどんなのまとめしてましたっけ？アニメに関してに特化した調査だったりとか、はい、あと映画館に特化した映画館周りにですね、興行の方にもこう参考にしてもらえるような調査ですとか、はい、いろいろ調査過去いっぱいやってるのも残しておりますので、ぜひちょっと宣伝の方だったりとか興行の方でちょっと企画を考えるときになんか役立てていただければなと思っております。あと、実はキックレポートで今押してるというか、我々のこう、押してるポイントとしては、映画ファンを、今日の調査も実はこう、性年代で分けてこう、紹介をしておりますけど、まあ、性年代じゃなくて、まあ、その映画ファンのこう趣味や行動とか考え方で、7タイプにこう映画ファンが分類されるんじゃないかなってことで、今これ絵が出てますけど、左下の7タイプ、を分類したりとかして、そういう分析もしたりするので、ぜひいろいろ役立てていただければなと思っておりますので、サイトの方もチェックしていただければと思います。ウッシーさんの方からまた、ちょっと調査、毎月の調査で面白いことが発見がありましたら、この番組という形でも解説をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では今日はここまで。ご清聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。